ウィルシックスとは、トヨタ自動車のウィルブランド第一弾として2000年1月に登場し、2001年12月まで販売していた乗用車である。製造は、セントラル自動車が担当していた。ウィルブランドとしての製品であるため、トヨタのロゴやエンブレムは関していない。ビッツのプラットフォームを元にした。 ラウンドノッチバックの4ドアセダンであるが、カボチャの馬車をモチーフとしたスタイリングを特徴とする。特に、リアウィンドウは、初代マツダキャロルを彷彿とさせる、クリフカットと呼ばれる、切り落とされ、復活のついた形となっている。内装も丸みを持ち、かつ温かみのある色調が特徴で、インパネは、フランスパンのイメージである。プレスドアの採用と、外反向き出しの内装が、 車内基準を満たすことができなかったため、衝突安全ボディ、ゴアの名称は使用されなかった。ノーマルルーフの他にキャンバストップも用意されていた。形式の NCP-19 が表すように、初代、ビッツの系譜であり、多くのコンポーネントを共用する。その一方で、ドアミラーに、L300 型ダイハツオプティのドアミラー、サイドウィーンカーにユーノスロードスター純正を流用するなど、 メーカーの枠を超え、デザイン重視でパーツをセレクトしている。エンジンは、ビッツの1.3リッター車と同じ 2NZ-FE 型を採用し、サスペンションもフロントは、マクファーソンストラット、リアが、トーションビームである。タイヤホイールも、雰囲気を壊さないよう、初代プリウス用の 165-65R15-81S の細身、体型のものが流用されている。 AT セレクトレバーは、ベンチシートとの兼ね合いから、コラムシフトとなっている。初代ビッツをベースとした車両の中では、唯一、本社は前車は、全車 2WD で、4WD 車の設定はなかった。クリフカットデザインが、自動洗車機の動作に対応しておらず、トラブルが起こるケースもあった。ただし、車種選択スイッチがある、洗車機に関しては、リアスポイラー付き1ボックスか、 ウィング付きミニバン等を選択することによってこのトラブルは解決することが可能であった。2000年に放映された CM は、ミルシックスが線路の上を走り、後ろから走ってきた電車に追突されそうになるという内容が危険な運転を助長していると抗議があり、途中からこの CM は特殊合成によるフィクションです。と注釈のテロップが追加された。 販売期間はおよそ2年と短かったが、ビルブランド第1弾として、季節ごとに限定食を用意したりなどの斬新な販売策が取られた。84万5千円から買えるビッツに対して130万円からと割高だったため、月に数百台という販売成績であった。取扱いディーラーはトヨタビスタ店。沖縄県ではトヨタカローラ店にて販売。ありがとうございます。